人生の価値は他人からの評価ではなく、自分自身が何を与えたかで決まります。この言葉は天才物理学者アインシュタインの人生哲学を端的に表しています。彼は自己の成長と他者への貢献を重視しました。アインシュタインは常に好奇心を持ち続けることの重要性を説きました。知的探求心が革新的な発見につながると信じていたのです。また失敗を恐れず挑戦し続けることの大切さも強調しました。彼は想像力は知識以上に重要だと考えていました。創造性を養うことで既存の枠にとらわれない思考が可能になると主張したのです。さらにアインシュタインは平和主義者としても知られ、科学の発展が人類の平和に寄与すべきだと考えていました。彼の言葉は現代を生きる私たちにも深い示唆を与えてくれます。自分の価値観を大切にし、好奇心を持ち続け、創造性を磨くことが充実した人生につながるのかもしれません。